はい、カバーチョブクロカッパ園長です。じゃあ今度はね、日本にラブ注入みたいな内容のお話いきましょうかね。まあなんか、I love Japan。違う、ラブジャパン。ね。まあある動画があって、まあこれ僕も一通り見ましたけど、まあ興味ある方は見てみてもいいんじゃないでしょうかね。なんだろう、日本生まれ日本育ちの日本国民、我々にとってはなんか特になんか、おみたいな、なんかびっくりするような内容って別にないんですけども。まあなんか丁寧に作られていて、うん、まあそんなに、なんかうん、そうですね。まあ綺麗な映像でまとめられている感じですかね。うん。まあある海外の方から見た、まあ日本の、なんだろう、日常とか観光地とか、まあなんかそんな内容なんですよね。まあ URL 載せときますんで、よかったらそれを見ながら、まあ私の音声聞いていただくと、まあそれはそれでいいんじゃないかな、みたいな。で、今回のね、話題のこの内容なんですけども、またね、このなんだろうな、世界最高の国ランキングみたいなのが発表されたわけですよ。最高の国ランキング最新版はこれだみたいな。あんまり歓迎できないんですけどもね。うん、まあ、発表されちゃったらちょっと見ないわけにもいかなかったんで。日本はいいところだよね。ただし、司法制度と働き方以外だけ、みたいな。以外は、か。うん。ちなみにこれ画像、どうだろう？見にくいですかね。一応載せときますけども、ランキングの方からね、生まれた国ランキングって書いてあるんだよな。生まれた国ランキング2021が発表された。様々な指標をもとに最高の国ランキングのまとめが発表されたぞ。ちなみに1位から10位まで見ると、1位がカナダ、2位が日本、3位がドイツ、4位がスイス、5位がオーストラリア、6位がアメリカ、7位がニュージーランド、8位がイギリス、9位がスウェーデン、10位がオランダ。まあそんな結果だったんですよね。日本が2位なんだ。まあなんか君の国は何位だいみたいな感じで、海外の人たちの反応がちょっと続いてるんで、ちょっとこの辺も見ていきましょうかね。イギリスが高すぎるとか、皮肉なことに俺はカナダで苦しんでるとか、アダプティブ、ダイナミック、モダン、プログレッシブ、レスポンシブ。何これ？ああ、ランキング付けのための指標ってそもそもどんな意味なんだよ。本当ですね。何も意味がわかんないですね。プログレッシブって革新的？これはまあまあなんとなくわかるんですけど、アダプティブって何ですかこれ？適応とかそういうこと？ダイナミックはまあ活動的みたいな。モダンはまあ近代的ですよね。レスポンシブ。レスポンス。なんか、レスポンス、俊敏性みたいな、反応速度的なことでしょ？これ何なんですかね、これ。なんか緊急事態でも起きた時の、なんか反応が早いとか遅いとか、そういうことなのかな。うん、ちょっと今、毎回思いますけど、このランキングって本当なんか、あ、なるほどってなるランキングって、まあ、まずないですよね。うん、まあいいんですけど。で、さらにね、この日本と、要はなんか世界各国のこの日本のね、滞在時のこのビザ、不要期間が話題になっていると。これ画像を見てわかりますかね？要はビザなしで滞在できる期間の色分けしてるんですよ。これ世界地図で。ね、赤はもちろん日本ですよ。で、緑が、濃い緑が6ヶ月まで。で、黄緑が、90日。なんだろうな。水色が30日で、この薄いグリーン。これ以下が15日ってことかな。灰色はビザなしはダメなとこです。ビザが必要なところですよね。これ見てどう思います？ねえ。いや、どう考えてもねえ、ビザなし取り消さなきゃいけないところがありますよね。なんでこんなことになっちゃってんだろう。ね、おかしいおかしい。でね、これも海外の人たちの反応続いてるんですけども、まあ海外の人たちはちょっとなんか結構変わったリアクションが多くて、なんでメキシコはね、優遇されてんのっていう声が結構多いんですよね。これ前もこれ見たよね。うん、ちゃんと理由があるんですよね。まあいいや、とりあえず海外の反応から見ましょうかね。そうそう、なんか最初の人がメキシコが優遇されてる理由はなんだっていうんですよね。で、それに対して総合政策だよ。メキシコも日本人を半年間受け入れている。
で次の人、ブラジルと日本でそういう政策ないのに驚きだよ、どっちも相互にたくさん移民がいるし歴史的にも結びつきがある。日本は不法移民が来ることを恐れているんだろうか。ブラジルの多くは日本ではなくポルトガルや EU を選ぶと思うけど、で次の人が、調べてみたら3世代までの日系人は合法的に入国できるようだ。で次の人、日本はブラジル外で2番目にブラジル人が多い国なのでビザが必要だというのには驚いたな。一番受け入れているのはアメリカ、そしてブラジルは日本外で一番日本人が多い。で、日本にブラジル人が多いのは日系ブラジル人が多いからだな。で次、あ、ここに答え書いてありますね。メキシコの話ですね。メキシコは第二次大戦後に日本を平等に扱って、外交関係を再構築した最初の西洋国家。そして我々は自然災害時に助け合っている。多分これメキシコの人が書いてるのかな。だから大使館の位置とビザでメキシコは特別扱いを受けている。でこれに対して、確か最近日本はメキシコ大使館とアメリカ大使館の位置を変えてくれというアメリカの要求を拒否してたな。アメリカそんな失礼なこと言ってたの。確かアメリカとドイツが、メキシコ大使館の特別な位置に文句を言っていた。で日本は丁寧にメキシコの位置は変えるつもりはないと言っていた。当たり前じゃないですかね。で、日本とメキシコは自由貿易協定を結んでいる。で次の人、日本はタコス好きなんだろう。多分好きなんじゃないですかね。で次の人が、最高のビザ政策とか、日本とアジアの関係がよくわかるなとか、あ、日本は北米とヨーロッパの間に移動したいと思ってるんだよとか、あ、でもそうなると欧米でゴジラの攻撃が発生するだろうとか、あ、単純に人口あたり GDP の問題だと思うがとか、なんでアラブ首長国連邦だけ例外なのかなとか、なぜならアラブ首長国連邦は西側の同盟国で武器や石油やガスの貿易をしているから、日本は車や電化製品を輸出している。で次の人が、アラブ首長国連邦は200万人ぐらいの人口でそのうちの 20% が超大金持ち、だから日本まで不法移民することはほぼない。で次の人、なんで宣言協定内の国なのにドイツ、スイス、オーストリア、リヒテンシュタインだけ6ヶ月なの。で次の人、宣言協定前から合意してるから。で次の人、日本とドイツがまだ友人なようで嬉しいよ。友人でしたっけ。で次の人、日本はアジアのイギリス。え、あ、日本人がなんか移民したい、先一番人気イギリスでしたっけ。メキシコプラス日本ラブって書いてますけども。いやまあなんだろうな、理由はよくわかんないですけど、僕も確かにメキシコに対してはなんか特に悪い印象ってないですかね。まあ確かになんかやれドラッグだなんだっていろいろあるのは知ってますけどもね。うん、でちょっとあれなんか違いましたよね。第二次大戦後じゃなくて開国後じゃなかったかな。開国後に日本と初めて平等な条約を結んでくれたからだったはずなんですけどね。うん、だからメキシコは日本にとってそこの最古のね、もう一番古い平等条約相手国なんですよね。だからまあこの修好通商条約について調べると結構いろいろ出てくるんで、まあ興味ある方はググってみてもいいんじゃないでしょうかね。だからメキシコはこの明治維新後ですよね、アジア以外で初めて国交を結んだ国。人種差別がね、歴然と存在していた時代に対等な関係を結んでくれたんですよね。だその恩義に報いるためにメキシコ大使館はこの永田町の超一等地ですよね、衆院議長公邸のすぐ隣でしたっけにあるんですよね。だから英国とかアメリカなんかよりも立地がいいんですよね。でその関係が150年にわたって続いているってことですよね。うん、確か日比谷高校とかの前にもなるんでしたっけ、このメキシコ大使館って。位置は確かに抜群っちゃ抜群ですよね。まあ、大使館で一番いいところに陣取ってるのは、なんだろう、まあ、メキシコっていうのは意外だったっていう人もいるかもしれないですよね。まあ、ブラジルはまあ確かにその移民の件ではね、日系とかね、まあいろいろあるにはあるんですけども、でもね、この犯罪者引き渡したりしないですしね。うん、あとそうだな、メキシコ野球に関して歴史的には日本よりも先輩国に当たるんでしたっけ。ちょっと無理くりだなこれは。うん、
ね、メキシコが、ね、この優遇しているのはこの開国以来、ね、諸外国で初めて、ね、平等条約を結んでくれた相手国だから。日本って本当ね、義理がたい国ですよね。うん、こういう民族性はなんだろうな、あの逆手に取られたりしなければ本当いいと思うんですよ。うん、ね、とにかくね、もう口開いたら嘘ばっかついてさ、義理のかけらもないね、どっかの人たちとは大違いですよね。本当、特にどこの誰とはあえて言いませんけどね。うん、その人たちはもう本当ビザなしやめないとダメですよね。はい、ということでね、うん、あんまりこの、詳しく話し始めちゃうとエスカレートしちゃってとんでもないことになったら面倒なんでね。この辺にしておいてあげましょうか。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。